もしエリオのような目を持っていたら、この世界は今私と君が見ているような姿じゃないんでしょうね。無数の可能性が折り重なり、異なる選択が引き起こす結果を表している。これが君の選択？私の。へえ、本当に？私を拒絶したいと思っているなら、その可能性もゼロではないわね。でも君は本当にそんな選択肢を選べるのかしら？もし運命と呼ばれるものは見えないし触れない、でもそれは崩落し収束した全ての現在と過去のように確実なものよ。なのに君は私が本当に助けを求めていることを知りながらもためらっている。そう、わかったわ。それなら一旦この選択。じゃあ君にまた同じ質問をすることになるわ。別にしつこくしたいわけじゃない。ただこの広く見える世界に本当の選択なんて存在しないし、意味もないって知っているだけよ。私が君を止める理由は理解しているはずよ。もしここから離れれば、この後の物語は本当に君の未来から消え去り、変えられない過去になってしまう。後悔するチャンスさえなくなるのよ。何を意固地になっているの？選択する権利かしら？それともただ反抗しているだけ？まだ分かってないのね。その反抗する権利ですら、決められた可能性の中で強固に制限されているのよ。エリオが言ってたの、君は私を助けてくれるって。それがどれだけの可能性の中から伺い得た真実なのかはわからないけど、カフカは他にも何か言うのかなって思ってるのなら、もうやめてちょうだい。じゃあ最後の忠告ね。私は君の選択を尊重するわ。でもそれは不可逆よ。君が立ち去れば、私は別の方法を考えてジンを救い選手を離れるけど、それは君とは無関係の出来事になる。その選択がどういった未来を引き寄せるのか私にはわからない。君と同じようにね。なぜならエリオは私に一言も教えていないから。かつて、でももし君が自分には選択する権利があると思っていて、それを突き通すのが本心だと言うなら、私は嬉しいと思うのかもしれない。決まったかしら？わかったわ。じゃあさようなら。君がどのような選択をしても私は受け入れるわ。もう決めた？さようなら。決まったかしら？